おはようございます、黒みつばです。ということで今回も時空縛りの方をやっていきましょう。ということで今回はですね、初期超絶最後ですね、1巡目最後のつくよみの方に挑んでいこうかなと思います。はい、まあこのつくよみはね、自分を一瞬モンストやめさせたっていうぐらい凶悪なクエストだったんですよ。初日もう完全に適正だと思われた神化のマーリンがね、実はワンパンライン足りてないっていうそういう闇深クエストだったんですけど、今回使っていくパーティーはこちらですね。ブライトさん、前回ガチャで出てくれたブライトさんと、イザナミ、そしてウリエルで、フレンドは村雨ですね。まあ、こいつは副友情コンボがね、A 世代になっちゃってちょっと強化されちゃってるんですけど、使わせてほしい。うん、このキャラはね、そんなにこのクエストだと衛星団の恩恵受けないし、ちょっとね思い入れの多いキャラでもあるので、使わせていただきたいなと思います。まあこれは魔改造じゃないっていう判断ですね。ということでやっていきましょう。レッツゴー。まあ強いキャラだったらね、別にリボンとかナポレオンとかウリエルとかでいいんだけど、もうね思い出だからね、こいつに関してはちょっと使わせてほしい、マジではい、ということでやっていきましょう。そう、村雨はねもう本当に強いキャラだったんですよ。村雨ってね、まあ知らない方もいると思うんですけど、多分初めて出た超究極かな。どうだろう、コラボの方が先かな。いやでも、うん、トグロこの時来てないはずだもんね。だから初めて来た超究極ですよ。で難易度はもちろん難しかったです。うん、普通に運枠を積んで勝たないといけないクエストだったんですけど、それにしては難しすぎたクエですね。なんかそうだな、なんかするとイザナミ、するとイザナミとかで周回してる人が多かったかな。うん、でまあ普通に勝ちに行く、ガチャゲン積んでいくんだったらシリウスとかあそこら辺が強かったんですけど、そうだね、もうこのキャラはねマジでずっとお世話になったキャラ。今で言う、そうだな、まあアンチテーゼって言うと言い過ぎだけど、まあ降臨最強枠みたいな、周回最強枠のキャラでしたね、運枠の中で。まあ、なんでかっていうと、全属性ホーミングっていうホーミング友情を持ってたんですよ。でこれが25発も出て、結構ノマクエとか曜日クエとかあそこら辺の周回の時にこのホーミングが強くてね、周回をはかどらせてくれたっていうのと、あとはキーと同じね爆発 SS 持ってるので、普通に SS も強くてっていうところでかなり評価されたキャラですね。いやーね、村雨はね本当に思い出深い、マジで大変だったもんね。最初に取りに行くのも大変だったし、それでなおかつね運極にするってなったらより大変だったしね。総合でいろんな人とやってよ、マジで。そうで、この村雨のクエストなんですけど、闇村雨っていうクエストしか常設にはなくて、常設っていうかまあ普通に降臨するクエストには闇の村雨しかなくて、各属性ね村雨っているんですけど、まあ、闇だけしか登場しなくて、その闇をクリアした時に一定確率で落ちるチケット、これを使って光村雨を完成させるっていうイベントだったんですよね。でまあ光村雨のチケットが出ない、本当に3時間周回して1枚出たらいいねっていう、そういう確率でしたね。だから本当ね出なかったし、これあんま言っていいのか分かんないけど、なんか普通にネット上では1枚3000円とか取引されてましたね、光村雨のチケットは。ちょっと衛星団強いねちょっとだけ強いね。いやマジで情報修正 しなくてよかったのにな、ほんとこいつに関してはめっちゃ使いたかった、使い回したかったもん村雨は。なんか生放送とかで村雨手に入れてね、やろっか、でも村雨生配信みたいな良さそうだよね。またちょっと計画したら書いときますね。はい、何も言わずにもうクエストのこと何も触れてないんだけど村雨と俺との思い出を話してたら勝手にステージが進んでってる。いやだってさ、そりゃ、いや、ちょ待って、やばくねやばくね、ダメをなめったね。
そう、ホーミング強いでしょこれ。結構火力与えてくれてる。あれちょっと待って、時空歪んだよ。時空が歪んだけど、まあ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 、何にも見てない。俺は何も見てない。だいぶ歪んだけど何も見てない。めちゃくちゃひどいことになってたな今。最悪だよ。ゆっくり出るわ。衛星弾超強いわ。ちょっとこれよろしくないかな。ちょっとさすがにね、さすがにちょっとよろしくないかな。いや、いいと思ったんだけどな。ちょっと衛星弾強かったなこの時代にしては。リタイアしよっか。さすがに、さすがにリタイアしよう。うん、これはちょっとね、ごめん、俺の計算違いだ。ということで気を取り直しまして、フレンド龍馬でやっていきましょう。レッツゴー。まあ龍馬はね、あの月読み初日は使われてましたね結構。まあ初日っていうか最初ら辺は結構使われてましたね。強かったんですよ普通に。普通に強くて、なんで強かったかっていうと、もう貫通重力バリアの号令持ちっていうだけで、まあ強かったんですよ。なのでね、結構使われてた。まあもちろんあのナポレオンの方がいいとは言われてたんだけど、神キラー持ってる分ね。まあでもそれでもね、似たような性能の龍馬はかなり強いって言われてましたね。あとイザナミだね。イザナミとクシナダがね結構強いって言われてた。あのクシナダ一見重力バリア持ってなくて全然弱そうに見えるんですけど、あの確かにね、道中はお荷物なんですよ。道中は結構お荷物で、時空歪んだ。道中はお荷物で、あのそんなに使えない感じではあるんですけど、ただねボス戦入ると重力バリアって実は出てこないんですよこのステージ。なんでかっていうと、あの結構ねボスとかあの雑魚がアビリティロックしてくるから、それを考慮してあの重力バリア出してないんですね。なので、結構ボス戦からはもうクシナダ無双って感じだった。連れていけば普通にあのプラズマ引っ張れば強かったし、そうだね、割と、うん、レザストとかも貼られてる中、レザストホミキューがある中でマジで強かったイメージあるわ。さあボス戻ってきたぞー。ほい、どうしよっかな。普通に雑魚処理だよな。まず最初はねやっぱ雑魚処理していかないと、火ダメが痛いから。ほんとこの剣士のねレーザーとか、あのホミキューの攻撃もそうだし、全体的に火ダメがえぐいからね。雑魚処理はマジで丁寧にしてった方がいい。あのリゼラーみたいな2ターン脇とかは別だけど、基本的にはやっぱり丁寧に処理していかんと。あいやー残念。残念とか言ってるし、ユークリに対して。いやーちょっとねー、ここ削れないんだよな。ほんと月読みってね、削るのマジできついんだよ。プラズマがあれば結構友情コンボで削れるんだけど、クシナダいないとねマジで削れねえからきちいわ。よし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 。弱点にホーミング入るとさすがに強いね。地味にイザナミが剣持ったのでかい。あーこれしくったか。コミキュー残したのミスか。大丈夫か。これいけるかな。全然ダメだ。危な。危ねえ。超ヒヤヒヤすんじゃん。でそうだね、ここはシールドも蘇生体数に含まれてるんですよ。で確かボスが2体蘇生か2体蘇生だった気がする。なんでシールドも込みで倒していきたい。てかまあティアマトが普通にワンパンできないキャラなんで、あーマジか、残念だな。これは確か2体蘇生のはず。うん、でティアマトも普通に2体蘇生に含まれてくるんだよね。だからね、もうそれが出ないことを祈るだけ。マジティアモト蘇生すんなって思いながら過ごすんだけど、蘇生したね。まあでも弱点来てればね、割とうん軽く殴るだけでいけるから。あーでもまあ一体処理か。ティアモト来んな。うわーもうやだ。
ヤマト何が嫌だってダメを出してくんだよねこいつ。オッケー、ちょっとやばくね。いやうちだろ、ストライクショット頼むぜイザナミ。オッケー、最低限ボスに当たった。オッケー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 、十分十分十分、よしよしよし、これでだいぶ体勢が立て直せた。いやーすごいな、なんか楽しいないやもうマジティアマト蘇生しすぎ、お前ダメだってそれ、さすがにあかんやつだって。うわバカ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 、ダメ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 、ちょっと待って、オッケーオッケーオッケー、大丈夫だよね。ちょっと待って、ギリミクシーじゃない、ギリミクシーじゃないし、次蘇生だけだねこれ、上だもんね、蘇生だよねあれ、耐えるか。ティアマト蘇生じゃなくて助かった、ほんとほんとギリギリの戦いだな。抜けれるだろ、よし、あぶねーいやでもこれ号令2本残ってるからね、超強いよ。これは判定がよくわかんねえけどいけるはず。ストライクショット、あ全然ダメでした、いやダメでしたけど強かった。いやいいよいいよいいよ、さすがさすが俺の相棒もう時空縛りの相棒まであるわマジで。いやこれいけるだろ、これいけるだろ、これでウリエルの SS は自称 SS なんで HP 削っちゃうんでダメなんですよね。これは丁寧に雑魚処理をしていけばいったのでは。いやこれ結構ガチャゲン強いの2体いたけど、割とこれガチャゲンいなかったらやばかったな。二強化でいきますか、男らしく。ストライクショット、ニシン回転ドラゴンスピリット、しゃやったぜさすがにニシン回転したわ。いやつくよみはねマジでありがたいよ本当に。うわマジかもう一周やつじゃん。ただ食ポイントあったら行くけどなかったらやめとこうかな。わーい、いやつくよみはねだって今でも使うからね下手したら。いやクシナナやばいやばい言われてるけど実は裏でめっちゃ強いのってつくよみかもしれん。なんかずっと使われてる気がする、つくよみって腐らずに。出た当初はやっぱ友情コンボがそんなに強くなかったりとかしたからそんな評価高くなかったけど、よし結構負けた、2回ぐらい負けたかな。さあ落ちてくれ頼む、よしオッケーいやちゃんと2回目で出てくれるから偉いわ。そう今ねクシナラどんな感じだったっけって感じでクシナラ使ってみました。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、超絶つくよみの方をやっていきました。まあ前半ねずっと光村サメの話してたんですけど、ちょっとあいつねしばらく使えなさそうだなと思って、どうにかして情報修正前のデータ渡してくれねえかな誰か情報修正前の村サメを送ってくれねえかなっていう感じですね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ、黒みつばでした。